はい。こんにちは。小山慶です。いやー、どうですか皆さん最近のレッズについては、なんか思うことはあるでしょうか、えー、僕はですね、ちょっと最近気になってるのは、結局来季大月さんが続投なのか、はたまた違う監督さんが来るのかというところが気になっております。なのでちょっと今日こんな動画を撮ってます。はい。いろんな噂が出てますよね。えー、タイトルにもなってましたけど、大月さん続投なのか、それとも、長さんなのか。 えそれとも、なんなら、アギーレさんなのか、もしかしたらロティーナさんなのかとかね、セレストのね、ロティーナ監督なのかっていうところね、気になったりはしておりますね。いろんな噂が飛び交っておりますが、一番可能性あるのはチョウさんなんですよね、多分ね。うん。で、別に多分、交渉も何もしてないのがアギーレさんとロティーナさんで、まあ、アギーレさんは J リーグに、J リーグにチームが、なんかこう、とやりとりしてるみたいなニュースが出たりとか、ロティーナさんは今シーズンで、あの、セレスト、えー、 契約満了みたいな感じの記事が確か出てったりしててまあ結局誰になるのかっていうところがね非常に気になるところではありますよね大槻さんでこれなんか大槻さんのやりたいサッカーとかが最近やっと見え始めたなと思ってたらその壁にぶち当たって結局そのショートカウンターが封じられて今あのちょっとね また成績が悪くなっちゃったマリノス戦とか、え取りに行った戦とかいろいろあった中で、じゃあ結局大月さんがど、どういうサッカーに舵を切るのかっていうのを、えー、まあ、マリノス戦の後、神戸戦、えー、この前のガンバ戦見てみたんですけど、まあそうですね、うん、まあちょっとパスつなぐ方面にも舵を切ってんのかなとか思ったりをしたので、もうそこら辺で大月さんのサッカーが進化していけば、 ね、まだまだ全然期待できるような大月さんが続投だとしてもチームの成長は期待できるかなと思いつつもうーんどうなんでしょうね大月さんがこう監督に向いてるのかそれ,それともモチベーター的にコーチに入ってるのが向いてるのかっていうところは多分まあ多分コーチに向いてる気はしますけど本人はまあ監督やりたいのかな分かんないですけど監督業をねそもそもやりたいと思ってるかどうかっていうところにもよると思いますけどただね 張、えーまあ、さんの場合なんか、あのー、湘南のサッカーを思い出したりとか、えー、今、琉球大で実際に、あのー、さ指導してる、ね、話をこの前、えー、と裏木チャンネルで、あのー、やってましたけど、張さんは琉球大でどんなサッカーをしてたか <laughs> みたいなのやってましたけど、えーなんかね、湘南時代とはまた違ったような形をやったりもしてるらしいので、 えこう、レッツでも見てみたいなというか、こう、なんか、超さんから感じる、別にサッカースタイルとかじゃなくて、なんかこう、熱量とか、うーん、まあ、パワハラとかにはなっちゃいましたけど、そういう熱量とか、なんかこう、前へ行く推進力みたいなものって、非常にこう、今、レッツに必要とされてる姿勢だなと思うので、それは、 翔さんんが来てくれれたらら付けられるんじゃなないいかなと思います、はい、でもアギーレさんは結構攻撃的なサ、ね、イ・オンさんをやったりとかサッカーをやってるイメージがあったりとかあとなんかこう積極的にね若手だったり無名だった選手を起用していくイメージが日本代表ではあったのでそういうねあの積極的な起用っていうのも見てみたいかなというふうに思います、ね、アギーレさんになった場合。 はい。で、ロティーナさんももちろんね、若手をガンガン使っていく。まあ、セレッソはそもそもそういうチームなので、元々えー、ていうのであって、まあ、その、なんて言うんだろうな、選手起用とか、うーんー、なん、なんか、なんつうんだろうな、選手起用の面白さとか、 スタイルを確立してそこに若手を馴染ませていくっていうやり方をするなんであれば、ロッティーナさんも非常にいいなと思いますね。うん。というわけで本当にこの今、候補がね、大月さん続投か、蝶さんか、えー、ロッティーナさんか、アギーレさんになってますけど、まあ、アギーレさんとロッティーナさんの可能性はそんなないとして、じゃあまあ、あの、どの監督になっても非常に楽しみではあるんですよね、4人ともね。うん、まあ、蝶さんか、大月さんかだとは思うんですけど、うん、そうですね、今やっ 大月さんがレッツでやっているサッカー、まあ、やっているサッカーでは結構試行錯誤しながらだと思うんですよね。えー1、一、一回こう形を見つけて連勝できて調子良くなってセレストにも3対1で勝って、ショートカウンターという戦術をこう、すごく、なんか染み込ませてね、サイドを起点にした攻撃とかもすごく、え、武器になってたんですけど、それで壁にぶち当たって、ボールを自分たちで保持しなければいけないって思って、この前青木を入れて、ビッセル戦からね。それでこうボールを持てるようになって、なんかこう、結構、 ね。えっと、この前の試合、ガンバ戦もゴールは入んな、ゴールは入んなかったけど、長さは青木、レオナルドが中央で繋いで、コーロキン最後、裏に、裏に長さがパス出すっていうシーンもあったりとか、ああいう真ん中で繋げるシーンも見えてきたので、んまあ、大月さんが、その、本当に何を目指してるかが全くわかんないんですけど、ちょっとまあ、まだ期待できるかなと思ったり、個人的にはしてるんですよね。どうなんでしょうか。まあ、 個人的な意見を言わせてもらえば、蝶さん見てみたいなというところですね。ええー、蝶さんが一番見てみたいかなーっていう気はしますね。なんか湘南を引いてるイメージが強かったので、まあ、要はこう、いわゆる競合みたいな、あのー、強いチームを引きると、蝶さんが引きるとどうなるのかっていうのは非常に見てみたいようなところであるなと思いました。はい。そんな感じですね。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で聞かせてください。ありがとうございました。VR Let's Bye Bye!